三谷幸喜です。僕の次の作品はなにわバタフライ NV。 NV とはニューバージョンのこと。涙あり笑いあり、戸田恵子さん渾身の一人芝居、劇場で見ないと後悔しますよ。さあ、なにわバタフライ、三谷幸喜さん作演出、そして戸田恵子さん主演というかもう一人芝居ですね、はい、はい、このなにわバタフライがニューバージョンになって帰ってきます。宮古町長さんは僕たちはね、お会いしたことないですね。お会いしたことはないですね。お会いしたかったですけども、こう一緒にお仕事をさせてもらったことはないですね。人生そのものが芸人さんのような、もうわずか7歳の時から一座を率いて旅回りを始めて、2000年に80歳で亡くなられるまで舞台に立ち続けたという、もう昭和を代表するなにわの名喜劇女優さんですよね。ということは経歴が703年になるんですね。そうですね、もう本当に人生がすごいです。はい、その作品を、はい、ニューバージョンになって帰ってくるんですが、はい、作演出を手掛けられる三谷幸喜さん、そして一人芝居の主演をされる戸田恵子さんにお話を伺いました。週刊プラチケをご覧の皆さん、こんばんは。ビタミン C。 たまたま大阪で別な芝居をやってる時に、休憩時間とかに、近所の古本屋さんに行って、そこで見つけたのが、宮古町長さんの、エッセイというか自伝だったんですよね。でそれを読んだ時にもうこれは何か形にしたいっていうか、それはもちろん、女芸人としての物語でもあるんだけども、それと同じぐらい、それ以上に一人の女性の物語でもあって、とてもドラマチックだったんで、あ、これを何らかの形でお芝居にしたいなっていうところからの スタートだったんですね。お前笑いのセンスゼロ、お幸せに。大抵一人芝居で一人でたくさん喋るモノローグ、独白とかそういったことが多かったりするんですけどね、なにわバタフライはたくさんの人が出てきて、かくっていうか見えない人物がその人と会話する形式のお芝居なので、より芝居チックではあったとは思うんですけれども、まあ一貫性やっぱり一人なので劇というよりは、もうだからやっぱお客さんは戸田恵子を見るわけですよ。他に見るもんないんですか。常に戸田さんはその見えない相手と喋るんですよね、見えない共演者と。でやっぱり戸田さんが集中してる時って見えない相手が見えてくるんですよ。でもう戸田さんも分かんなくなっちゃって、ちょっとなんか自分のセリフ間違えてもう一回やらなきゃいけなくなった時とかに、相手役なんかいないのに、すいませんでしたとかって、お願いしますとかって言ったりとかしてね。それはもう言われるまで気がつかなかったんですけど、もうなんかおかしくなっちゃったんですね、多分ね。大丈夫か、トランスっていうか、トランス状態見えてたんですよね、きっと。強すぎる女は結局損をする。プロフェッショナルな方ですから、この方の持ってるいろんなスキルというか、もう技というか、例えば舞台裏を思いっきり走ってもドダドダ音をさせないとかね。それがすごいんですよ。プロですで僕自身がもう戸田さんの大ファンですから、もう2時間戸田さんを見続ける芝居が僕が見たかったっていうのが大きいですね。この人ね、最初はなにわバタフライリベンジにしようかと。なんか前失敗したみたいな。そうですよね。私の心の問題なんで、失敗はしてないです。失敗してないから。リベンジって失敗した後に使う言葉なんですか。まあなんかこう次は頑張るぞみたいな。なるほどね。ちょっとじゃあ今度からとりあえず置いといてみたいな。じゃなくて、さらに練り上げていこう。あれから約5年経って、戸田さんも5歳年取ってる分。そうしてます。ちょっとね、短くしてあげようかな。してあげ。じゃあ1時間半ぐらいでも大丈夫。これから年を追うごとに少しずつ短くなっていく。いいですね。芝居10分ぐらい。そうそう。いや、すごい。さっきのすごいね、こういない人にの、すみません、もう一度お願いしますっていう。もうなんか女優っていう生き切った人でしょうね。ね、本当に町長さんになりきってらっしゃるんですね。でも戸田さんイメージがもう具現化されてるわけですね。戸田恵子ってすごいですね。まあ、三谷さんはもちろんですけどね。女性の生き様、はい、かっこいい生き様を見て見たいです。女性を磨きましょう、うん、磨きましょうね。ぜひぜひ皆さん行ってください。赤いモヒカンのケッチ
黄色いモヒカンのヒロポン。この二人によるガーマルジョバ。舞台上で言葉を一切使わずに作り込まれたネタが炸裂するステージは、パントマイムに笑いをプラスしたその名もサイレントコメディ。確かな演技力と抜群のセンスで見る人の心を魅了し、世界中で大絶賛。なんとこれまでの海外公演は26カ国200公演以上に上り、現在も1年のおよそ半分は海外公演を行っています。国籍、性別、年齢、言語、人種、一切関係なし。一度見たら問答無用で引き込まれる面白さ。世界が注目するサイレントコメディデュオ、ガーマルチョバ。このモヒカン頭2人組が日本中をかき回す。見たい、もっと見たい。もっと見させて。いやでもお笑いのお二人がこうなんか興味を示すっていうのがまた面白いですよね。いや普通にやっぱりパントマイムってね、パントマイムやっぱすごいですもんね。あのシンプルなエスカレーターがもう感動しますもんね。なんであんなんできんねやろうと思って。ただただあの笑えるだけではなくて、ほろりとするようなコントもあるらしいですよ。なるほど、パントマイムだけでちょっとね、ちょっとほろっとくるようなもあると見たい ね、 ね、生で。いやもう本当に世界で活躍されているガーマルチョバのライブ、ぜひ体感してください。はい、夏希のプラステーション。世の中にはいろんなお仕事があるんですね。以上、夏希のプラステーションでした。はい、今日はですね、ダンスを教えてもらいました。はい、Just to do Japan。 Just to do Japan、ね、ちょっと発音良くなったでしょ。僕たちもあの世界一のね、はい、ダンスを習いました。もう世界一の人の弟子ですからね、はい、我々いわば。そして何やバタフライね、戸田恵子さんの一人舞台、はい、面白いんで見てください。そしてガーマルチョバ、ちょっともっと見たいね、うんうん、もっと見たいガーマルチョバは、はい、皆さん本当にね、年末年始いろんなたくさんイベントありますんでね、楽しいイベント見てください、はい、ということでまた来週お会いしましょう。さよなら。なんかポーズ。